OK です。さあ、ということでやってまいりました。カンナの解決おにぎり旅。反対でしょ、絶対リオちゃんが解決する方法じゃない。確かに。MC やってるのね。なんじゃないすればいいの。なんでさ、疑問があるから MC する悩みそうなに来てるから絶対逆だよね、それだって逆さあ、8時半でしょ起きて8時半本当8時半ですか7時半だっけ8時半にご飯、うん、だから7時とか7時半、うん7時半ですか OK 7時半なるべく寝たいもんね寝たいねギリギリまで寝たいああ。お風呂はお風呂はご飯の後でご飯の後であ、なんか満腹になってさねお風呂入ってご飯食べた後うわ眠いってなって寝られたら最高だよねねやっぱ早起きしないとわあ。7時半じゃないけどまあでも1時間だもんね、うん、30分で絶対だってさっきうちら20分ぐらいしか入ってなかったよ、うん、だから入るまでめっちゃ長かったそうそうそうずっとなんかリュウちゃんとトイレ行ったりとか言っとけよ言っとけよ絶対行くべきだろうね何回も過ぎなかったうろちょろしてカンちゃん喋りながら脱いでたらすっごい遅いしリュウちゃんずっと中で周りの人から確かにずっとそこまで聞いてたほんとに申し訳ない富士急より笑ってる、うん、富士急必死だったから ねアトラクションに次これ行って次はみたいな疲れたもう喉が痛い喉痛いね、笑いすぎたやばいね、明日とか喋れなくなってるよあのさぁ二人でなんか笑うよゾビみたいな目だね一番大丈夫一番ブローやばい、そんなゾビになっちゃったのリオちゃん全然顔映ってないよリオでーすカンナでーす嫌な髪型がすぎるねー急に気にするし本当に嫌なんだけど変なんだけど見える私のカメラ映る全く見えないの見えないちょっとメガネ出してそうか結構強いかもいや強いとはっきり見えるかもあ全然見えなかったなんだしなんだし私こうやってスタンバイしてました普通にちっちゃいぼやけとか感じだった生首やってたんだよ今どういうこと首と体分けるから私これどういうことねこれ今もし動画見てる人がいたらめっちゃ叫んでるぞ誰だよそもそもあげるかもわからない動画でさ歌間さんは見るから絶対絶対ね今日もお疲れ様今日ねなんかカンちゃん全然食べてない食べてないよねうんうんおいしいコンソメパンチが一番好きうんみゆちゃんはのりひよのりひよおいしいけどさ歯につくのが嫌だああでもね歯並びいい人の悩み、うん、カンちゃんめっちゃ悪いんだけどいやカンちゃんはいい人の中の悪いんだよどういう歯並びがいい人たちの中も悪いな。いやなんか矯正の隙間とかに挟まるのパンちゃんは。うんうんうん。でなんか こういう隙間に挟まったりするの。私あの歯並びは本当にとんでもなく悪いから全部に隙間が空いてるから何にも挟まない。全部すり抜ける。全部すり抜ける。でも本当にサクランボの種だけは挟まったことある。サクランボ。挟まる。でっか。マジでめっちゃ。でかいから隙間が前歯のヘラに桜の種が一回挟まったことあるあれだけだねマジびっくりした
青のりとか一個もついたことなかったのにこれなんだって誰も触ったことないでも黙っとくのが無理なんだよね。うんうん、黙ってる空間が面白いなって笑っちゃうんだよね。黙ってるしみたいな、あんなしあんなうるさかったのにさ、だから黙れないんだよ。二人とも落ち着いた瞬間の笑いが込み上げてくるわけ。一周回って笑っちゃうよね、いろいろ考えてだから想像力がすごいね。うん、わかる。キャンキャンさ、前髪斜めってない？嘘でしょ、どういうこと？なんかどういうこと斜めってるって。全員まっすぐに生えてるぞ。待って、こっち見て、なんかこうなってない？え、そうなの？そうなの？思い出した。そうなの？鼻水出た。そうなの？かっちゃよく似てる。はぁ、無理だ。はあ、はあ、やめて、何？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 なんもないから。マジ怖すぎだから。ハモったと思った。今日カンちゃんに何かあったら守らなきゃと思って。そこにいんのみたいな。どうかな。それの人とかやばいじゃん。うるせえみたいな。どうなんだろう。でも声聞こえないよね、ここのね。どういうこと？隣からの声聞こえなくない？うちらがうるさすぎるから。そういうこと？またさっきのお風呂温泉現象？え、でもだってパパたちのところでさ、うん、外出たら急に笑い声とかめっちゃ聞こえてるんで、絶対こっちの方がでかいよね。確かに、やば、高いわけじゃん声、うん、高い方がでかい聞こえない。え、じゃあ超低くしゃべろ。 OK、 低く笑うの。そうね、絶対無理じゃない。できる。ねえ、ね、それ本当にやめて。もう死んじゃう。息できなくなる、そんなに。結局一緒だし、笑かしてるだけ。広げてる。自分で笑ってるからね。結局その後。喉がカラカラなんだけど、なんか。わかる。飲みな。やばいね。水という水を飲みな。これお茶なんだよ。お茶。水ない。マジ水分なさすぎやろ、この部屋。これしかないよ。マジ少ない。嘘でしょ。これと旅館のお茶しかない。それなのに喋りすぎてさ、喉からからになった。しかもさ、水ないのにさ、お湯のないやつだけ。ね、やばいよ。やばいね、この部屋。うん。え、逆にみんなどこでお水買ってんの？いや、みんな多分、ね、コンビニで買ってんのかな。で、パパとかはお酒飲んでたから今、お酒をいっぱい買ったんだよね、きっとね。うちらも買いに行けばよかったね。あやたかに2本と水2本頼めばよかった。うん、あやたかさっき、ま、なんかアホなふりして持ってくればよかったね。ね。あれ2本持ってきちゃった。間違えたの。あやちゃんも持ってたんだ。あやちゃんも持ってたんだよ。あ、知らなかった、知らなかった。そうすればよかったね。絶対だって飲まないじゃん。うん、飲まないよ絶対。カンちゃんの時間飲まないの。で、リュウちゃん飲めるでしょ。うん、私お茶か水ばっかりだから基本。カンちゃんさ、水と麦茶がちょっと苦手で。あ、そうなの。え、なんかパパみたいだね。パパも水好きじゃないもんね。水好きじゃなくて麦茶も苦手で。へえ。緑茶しか飲めない。緑茶かジュース。なんでだろう。だから緑茶ばっか飲んでて、
水はなんで？水はなんか口の中の味がする。朝とか飲むと、うん、すっごい歯磨きしたくなる。へえ。なんかあとなんか味しない。味しないよ。誰も味はしないで。味しない。びっくりした。まっすぐすぎて。味しない。味しないから嫌だし、麦茶をなんか甘い感じが。あ、わかるわかる。わかる。うん。で、なんか後味とかも苦手で。うん。ザラッとするしね、口の中。なんかね。ね、だから緑茶、はじめなんか苦くて飲めなくて、うん、逆に味噌とか麦茶ばっかも飲んでて、でもなんかすっごい喉乾いて、でママがあの緑茶しか持ってなくて、うん、まあ、緑茶しかないから無理って言って、じゃもう喉カラッカラすぎて、いやもうそれでいいからちょうだい、にっかーみたいななって、そんななんな苦くなって、うん、でもそれいつぐらいか覚えてない、ちっちゃい頃かな、うん、で、なんか、それをなんかちょこ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 続けてたの、うん、そしたら飲めるようになって、うーん、美味しいと思い出して、私マジでちっちゃい時からお母さんが砂糖が入ってるものダメだったの、うん、もうジュースは絶対ダメだし、ガムも飴もグミも全部ダメって言われてて、中学ぐらいまで、で、それで そこでもうジュース見るとこの何割が砂糖なんだって想像しちゃうの勝手に、うん、こんだけ甘いってことはこんぐらいもう砂糖が入ってるんだと思うと、なんか飲めなかったんだよね、うん、大人になって嫌じゃないって感じになった。でも自分では絶対水かお茶しか飲まない、うん、お茶だったら何でも好き、うん、うん、ね、ウーロン茶とかも好きじゃないか、うん、そうなの、ほうじ茶かな、その辺が面白い、うん、ほうじ茶なんか好きそうだけど、かんちゃん。わかんない。ほうじ茶はいけんのかな、うん、ウーロン茶だ、多分。があんま好きじゃない。変な癖があるじゃん。うんうん、苦味もあるしね、結構。うん、なんか、あとは、生茶が無理で、うん、あやたかしか飲めない。へー。あやたかがやっぱ美味しくて、うん、なんかあんまり種類を飲んだことないっていうのもあるけど。3、4本ぐらいの種類飲んだけど、やっぱこれが美味しいなって思った、うん、まあ前まで生茶が一番だったんだけど、うんうん、あやたかに変わった、ね、すっごいまずい時期があったんだよね。何？何？さっきまであんだけさ、大笑いしててさ、初めて真面目な話したの。本当だよね。なんでそれがあやたかが好きか、水が嫌いだとか、なんかそういう何の話でうちらやっと真面目になったんだ。水かぁ、お茶いいよねとか、ニコの話ちょうど誰にも知らないこの動画を、もしかしたらかんちゃんがおばあちゃんとかになった時に見たら、え、水飲めなかった時あったんだみたいな。いやでもさ、リオちゃん絶対消してるよ、うん、え、そうかな、おばあちゃんなんだこの動画って消してそう。とりあえずかんちゃんとおとんぼさんとみきこさんに送っとけばいいかな。みんなによろしくお願いします。保存しといてください。長すぎるって。だからアングルかよ、ね、めっちゃ斜めって、うん、斜めった出てた、どうしよう、めっちゃ髪色の違いがすごい。確かに、これ喋ろう。目合わせてください。喋りづら。だからリオちゃん全然飲んでないけど大丈夫。うん、大丈夫大丈夫、うん、むしろもう私クリームソーダずっと飲んでるから大丈夫。どうした、なんかこの味知ってるんだよな。え、飲んだことあるんじゃない。いや、なんかクッキーみたいな。セブンティーンアイスの味。わかんない。マジか。セブンティーンアイスだって、同じ味しか食べないもん。私、オレンジみたいな。あー、美味しい。うん。なんかクッキーの味がする。え、クッキー
ね、クリームソーダある？え、待って、そう、そりゃそうだよね、だってアイスクリームの味そうだよ寝るしバニラ味寝るし、おやすみ映ってないんだから、こいつのバスモード寝まーす、めっちゃ寝ます、ね、廊下みたいな感じね、あのめちゃくちゃ話戻るけどさ、うん、敬語じゃなくて仲良くなったのいつ？いやもうほんとそうだよね、それを最初初めて会ったのはプロポーズの時、そう会いました、うん、その次会ったのいつその次だってもう官僚チャンネル、そんなわけないよね、うん、その一瞬で仲良くなるわけないじゃん。ないない。初対面でもう仲良くなるとかないもんね。ないないない。私最初の時、もうかんちゃん大好きなんです。もう本当にかんちゃん大好きでっていうのをみきこさんに話した。かんちゃんじゃないんだみたいな。てかさ、リオちゃんがみきこさんって呼んでるのに対して、うん、かんちゃんはリオちゃんって呼んでてさ、なんなのこの関係みたいな。確かに不思議だね。編み込みをやったしているんですけど、はい、うまくできてないけど許していいよ、前から見た感じ何もやってないみたいリオちゃんの髪なんかやりやすい、そうでしょう、多分毛がね、なんか割と傷んだりとかして硬くなってくるとアレンジしやすくなる。今日は、川口湖に来ています。イエイ。今日、帰ります。帰ります。一番の思い出は、なんだろう。自分で言うと言う。一番の思い出は。でも結局ずっとさ、このお部屋で喋ってた時間が一番長かったよね。ね。しょうもないことしか話せない記憶に残るか心配ぐらいの話しかしない。で、何話したのって多分トンボさんに聞かれるけど、何もなんだっけ、みたいな、なんであんなに笑ってたんだろうみたいな、不思議になりそう。たかんちゃんが水が別にそんなすごい好きなわけじゃなく、お茶はあやたかっていうことだけは覚えてるわ、うん、それだけ真剣に話すから1個もある、ごめんね、あっちに置いちゃった、止めるかな、んか止めれる、あ、これでもいけるよ、まるっと、よいしょ、できた、やったすごい丸くなってる、痛い、うん、痛かったら言って、うん、痛いですって言って、はい、オッケー、オッケー、どうなりましたか、こうなりました、ちょっとあんま綺麗じゃないけどありがとうございました。はい、これでかんちゃん美容室終わりますまた聞いて ねこうだから最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。